63キロ準決勝延長戦に入っています。青の道着が谷本郁美、白の道着が山本沙友理、日本選手同士の世界チャンピオン上野への挑戦権をかけて出てきた感じでしょうか。頭あったところ、有効を取りました。しかし取り消されました。副審2人が取り消し、主審もこれを見て取り消しました。 今みたいな場面では2人の身長どうでしょうか。そうですよ、本人たちは分かってると思いますよ。今のポイントにならないな。はい、合わせんか今のところ。受けて終わっちゃダメ。向こう側、特のコーチから谷本に対して大きな声がかかっています。回さんかと、そういう声がかかっています。ほら、また向こうから見て。2人のベンチから大きな声が、大内刈りか。 腰の背負という構え、ひねっていきましたが、これは背中の方には回っていません。2分以上残っています。グランドスラム東京63キロ級の準決勝、青の谷本郁美対白の山本沙友理、意地のぶつかり合いになっています。延長戦大内刈り、足にすがる山本、バランスがいい。 山本もなかなか崩れませんね。そうですね、ただ何度か受けてるところがありますので、はい、行かないといけないですね。それ釣り込み腰か。この辺りは谷本が積極的に攻めを見せています。3分間のゴールデンスコア方式に入っています。接着しない場合は旗による判定になります。小外刈り押し込んでいく谷本も、ここは対処している。この 園田監督、そして向こう側徳野コーチ、まあ、日本のスタッフが両サイドベンチに分かれています。一回道着を直します。先ほどこの場面、右肘が当たって谷本郁美の唇が切れました。それを、まあ、テーピングで止める形でその後の試合を続けています。今年の主要な国際大会でのポイントがありませんので、共にランクなしの2人。 しかし今年はこの試合では、とても勝負は見えない見事な戦いぶりを見せています。低い体勢、低い体勢、後ろに引きずり込んだ谷本、これはポイントにならない。さあ寝技に行くのか。さあ中に引き込もうという谷本、山本がこらえる。谷本がまだ行きます。左腕を取っている、腕を回して、腕を回して 起こそうという体を起こそうという、そこを狙っているここで待て。2人とももう記録ですね。これはそうですね、1分切りましたので、はい、ここは気が抜けなくなりますね。お互い、はい、さあお互いに何を考えているか、あるいはもう気持ちのままにいくか。コーチ足を飛ばす、それを絞り合う、それ釣り込み腰を強引に行きました。 上からのる谷本、かなり疲れているでしょう。今日2人とも4試合目、時計が止まって残りが40秒です。さあ谷本、山本さゆり、どちらの気持ちが上回るのか。飛び込んでいく大外、これはしっかりかわしています。さあ起こす山本が、ための体勢、ここで待て。 前に出ていったのは山本でした。はい、もう両者ともにですね、旗判定も考えて残り26秒戦ってほしいですね。はい、この最後重要です。残り20秒を切った、さあどうする。1回組み手を切る、前につく、担ぐ、これを抜けます。前に出るのが山本、谷本がそれを受けながら技に入る。左手をついている谷本、足をかける、ねじり倒したが ポイントにはならない。残り1秒で時計が止まっています。前に出る、ここで時間終了です。本戦5分、延長戦3分を戦いました。ポイントなく勝負は旗判定に持ち込まれます。2人とも最後は気力を、安野さん、はい、振り絞ったって感じでしょうか。そうですね、さあ どちらがる。青3本、谷本郁美が勝ちました。気力の勝負、谷本が旗を確認して、そして深々トレイをしました。
谷本郁美63キロ級決勝戦